陸上の全国高校総体、インターハイ、が札幌市の札幌厚別公園競技場で開催されている。8月3日に行われた女子1500メートル決勝では、スーパールーキーのドルーリー・シュエリ、津山、は4分15秒50をマークし、3位表彰台に上がった。フォト、異次元の走りで見せるドルーリー・シュエリを特集。昨年、 同種目で全日本中学校陸上競技選手権を制し才能を開花させると、今年1月の全国都道府県駅伝3区、3キロ、では驚異の17人抜きを披露し、一躍注目を集めていたドルーリー。前日の予選では4分20秒53を記録し、全体2位通過を果たしていた15歳。決勝では前年女王のカリバ・カロライン、上村学園、 ラスタートの合法と共に勢いよく飛び出すと、徐々に突き放された。それでも3位集団の先頭につけると、ラスト200メートルでギアを入れ2位を猛追。これには会場は大盛り上がりを見せた。惜しくも前を捉えることはできなかったが、田中望みが持つ高一歴代最高記録を叩き出す、堂々たる銅メダルを獲得した。 高校国内新記録となる4分6秒54を記録したカロラインが優勝。2位にはジェシン・タニョカビ、白鳳女が入った。高校入学前からインターハイでの活躍を目標に掲げていたドルーリー。金曜日には800メートル予選に出場する予定だ。